アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋りちゃです。令和5年10月28日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2023X3 リーグウエスト第3節、クラブベアーズ対クラブアイランズの一戦がまもなく行われます。試合開始は16時20分キックオフ予定となっております。本日白熱した第3節となっております。その最終節を語る一戦となります。両チームご紹介をさせていただきます。本日はビジターチーム扱いながらホワイトのユニフォームですが、ホームスタンド側に陣取っておりますのがクラブベアーズです。かつてはマイカルベアーズと称しておりましたので、こちらの方がご存知の方が多いかもしれません。1989年に当時の日マイカルがチーム創設しました。マイカルベアーズ、かつては1990年代2000年代に現在も続いております。エレコム、当時はサンスターファイニーズ、そしてアサヒ飲料チャレンジャーズ、そして当時は松下電工、パナソニックインパルスとともに関西の強豪勢の一角として名を馳せておりました。後にそのスポンサーであるマイカルが撤退し、クラブチームと化しまして現在は X3 に甘んじております。しかしかつてのその面影ある素晴らしいプレーを参見させております。昨シーズンまではそのマイカルベアーズで当時であった非常に親しみやすいユニフォームをそのまま長年愛用しておりますが、今季は心機一転、非常に精悍なモスグリーンのユニフォームに変えてまいりました。心機一転、新しくクラブベアーズとして今シーズンは戦いに挑んでおります。対しまして反対側に陣取っておりますホームチームのチームカラーをまとっておりますが、本日はバックスタンドになっておりますクラブアイランズです。こちらも歴史は古く、1990年代から当時の神戸にありました、アパレル企業ワールドを軸にしておりまして、ワールドアイランズとして長く社会人リーグに在籍しておりますチームです。そのワールドのスポンサー離れまして しばらく久しくなっておりますが、現在も X3 として、そして兵庫県下にあります X リーグのチームとして活躍しております。2016年17年シーズンは X3 を連続制覇するほどの実力を誇っておりました。この両雄によります一戦が間もなく開始という形になります。両チームの今シーズンのここまでの成績はともに2敗という状況で、非常に厳しい戦況にあります。しかしなんとかその打開点を見出さんとともに、この両雄相まみえる形になりました。今シーズンの白星をつかみまして、X2 昇格レースのその可能性を残す戦いでもあります。現在 B ブロックは数勢大きく動いておりますが、全勝を第1試合におきましてリードエフォートエールズが確保し、結果的にそれで敗戦しましたサイドワインダーズが1敗という状況で、その次の位置にあります。そしてその全勝の位置に並んでおりますのが、2試合目に勝利しました広島ホークスです。この3チームが現在昇格争いのその最有力という形になるでしょう。今シーズン X3 は上位3チームが来季 X2 に自動昇格するという非常に大きな年になっております。この権利を U3 と今戦っておりますが、その条件はいわゆる6チーム中3位、つまり勝ち越しが条件です。翻りますと3敗しますと、この昇格レースからは交代する形になります。双方とも現時点では2敗という状況ですので、これ以上は負けられません。何としてもこの試合は勝利しまして、その可能性を見出さんというところでありましょう。その両雄による一戦が間もなく試合開始となります。
これより両チームによるコイントスが行われます。早速チャット内のメッセージありがとうございます。寺崎様、今シーズンはまだいいプレーがないので、今日こそは、あ、なるほど、ベアーズの寺崎選手ですね。試合開始前にコメントを記載いただきましてありがとうございます。寺崎選手はいつもベアーズの中では非常に突出したビッグプレイヤーでもあり、常に試合を一発でひっくり返す素晴らしいプレーを見せてくれていただいております。今シーズンはまだその一芸が見れておりませんので、この試合何としてもその大きなプレーを見たいところでもあります。ピノ様もメッセージありがとうございます。ベアーズファイトというメッセージ、これがベアーズの方々への、エネルギーとなることを期待したいと思います。他の方々もぜひ忌憚なくチャット内のメッセージをお願いいたします。叶いましたら、できましたら双方への敬意あるメッセージをお願い申し上げます。クラブアイランズキックオフ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。双方ともサイドラインで激を飛ばし合いまして、まもなく試合開始の時を迎えます。まずはクラブアイランズのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフを務めますのはクラブアイランズ91番の大山です。大山は広告高校出身のルーキーです。さあ、ベアーズもリターナーを2人配置しております。ベアーズリターンに入った。果敢にも中央にリターン敢行しまして、リターナー17番自陣35ヤードからの攻撃を確保しました。ここよりクラブベアーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権前進更新とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはクラブベアーズの攻撃、自陣36ヤードからになります。クラブベアーズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。パス成功、ファーストダウン。まずクラブベアーズはパスプレーから入りました。アメリカンフットボール攻撃チームは開始点より後方より一度だけ前にパスを投じることができます。この権利使いまして、ワイドレシーバー1番にパスを通し、一気に攻撃権を1回で更新としました。クラブベアーズファーストダウン。見事攻撃権更新果たしましたのはクラブベアーズワイドレシーバー1番の杉田、日本大学出身。クラブベアーズ自陣47ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クラブベアーズパス攻撃を展開します。ワイドクォーターバック6番、右に展開したタイトエンド92番へのパスでしたが、このパスはオーバースローでした。前パスは失敗ですと元の地点に戻され、次の攻撃と変わります。従いましてクラブベアーズ攻撃地変わらず、自陣47ヤードからセカンドダウン10。今度は中央へのランプレーです。ランニングバックにハンドオフしまして、中央突進を敢行しました。このランに応えまして、ランニングバック見事に前進図りまして、約6ヤードのゲインとしています。キャリアは45番の選手でした。45番川端、北大津高校出身のプレイヤーです。
クラブベアーズサードダウン4、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は4ヤードです。パス不成功。クォーターバック6番、右に展開したワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、このパスはオーバースローとなりましてパス不成功となっています。ダウンを1つ失ってフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン4、フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしパントによりますと攻撃は放棄する形になります。ここでトラブルが発生です。ラインのセンターが投げましたスナップが乱れまして、パンターボールを蹴れませんでした。なんとかランによりまして状況打開を図ろうとしましたが、これはアイランズ許さず陣地を交代する形で攻撃権譲渡となりました。攻撃は変わりまして今度はクラブアイランズの攻撃に変わります。さあクラブウェアズパントフォーメーション、パントシエーションで大きなミスがありました。アイランズは結果的に相手陣38ヤードからの攻撃に入ります。さあこのチャンスをアイランズ生かせるでしょうか。アイランズファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番、左に展開しておりましたワイドレシーバー85番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。パスを投じましたのはクォーターバック7番の松坂、取りましたのはワイドレシーバーに入っております85番の寺崎でした。寺崎は大阪体育大学出身。クォーターバック7番の松坂は大阪体育大学の出身。その、出身校同士のコンビネーションがここで光っております。今度はランプレーです。ランニ枠42番にハンドオフしまして中央突破を敢行させました。ゲインはしております。しかし攻撃権更新にはまだ至っておりません。サードダウンに変わります。キャリア42番は山崎、滝川高校出身のチームキャプテンです。クラブアイランズサードダウン残り1ヤード。さあこの1ヤードの攻防、中央攻防を注目しましょう。中央突破しましてクラブアイランズファーストダウン獲得です。攻撃権更新となりました。ここでクラブアイランズはアイフォーメーションからのブラストプレーで中央ディフェンスライン粉砕して攻撃権更新です。クラブアイランズファーストダウン。見事攻撃権更新果たしましたのはランニング枠42番の山崎、滝川高校出身のチームキャプテンです。さあまず攻撃をリセットしてクラブアイランズ相手陣27ヤードからのファーストダウン点。さあここでランプレーを重ねます。今度は右オープンをつかせました。ラニ枠42番、期待に応えんと味方ブロッカー生かし約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。ここは42番山崎の総力でまず状況打開を図っていこうとしていますクラブアイランズ。ボールオン相手陣23ヤードからクラブアイランズセカンドダウン6。パス成功です。パス成功。ここでクォーターバック7番はワイドレシーバー10番にパス。非常に低いパスでしたが10番これを見事にキャッチしまして約3ヤードゲインと変えています。見事なキャッチを決めましたのはクラブアイランズ10番の北川、関西学院高等部出身のルーキーです。クラブアイランズサードダウン3。クラブアイランズファーサー。
ここでアイランズはアイフォーメーションからのリードオプションで QB キープ。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバック自らキープを選択しました。この判断構想しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースターン、見事な判断で攻撃権更新しましたのはクラブアイランズのクォーターバック7番の松坂、大阪体育大学出身。クラブアイランズ相手陣15ヤードからファーストダウン10。これはベアーズナイスディフェンス。ここで中央へのランプレーを突破完行しようとしましたが、クラブアイランズ10番と43番見事な対応をしましてこのランプレーを阻止しております。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。審判団がフィールドに黄色いウエストを落としますと反則発生を意味します。さあどちらのチームにありましたでしょうか。オフェンスの反則です。イリガルフォーメーション、不正な体型でプレーを展開しました。オフェンスチームには定められたポジションとその人数があります。この人数配分を誤りますとイリガルフォーメーション、不正な体型で攻撃をしたという判断になります。従いまして5ヤード下がりましてファーストダウンやり直しとなります。クラブアイランズファーストダウン15度の状況で試合再開です。ボールオンは相手陣20ヤード。パス不成功。クォーターバック7番、ここで下がりまして一気にロングパスを投じました。ターゲットは1番でしたが、このパスはディフェンスカバー厚くパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。クラブアイランズ相手陣20ヤードからセカンドダウン15。さあここでドロープレーを投入しました。パスに見せかけた展開の遅いランプレーです。相手の裏を突くようにランニングバック42番中央切れ込みまして約10ヤードのゲインとしています。クラブアイランズ相手陣9ヤードに入りましてサードダウン4の状況になりました。さあこの残り9ヤード、そして攻撃権更新に必要な4ヤードを突破できるでしょうか。クォーターバック7番、ここで下がりましてそこから自らキープを選択しました。自らの走力で攻撃権更新を図るプレーとしましたが、しかしわずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。さあクラブアイランズ相手陣6ヤードにありましてフォースダウン残り1ヤード、果たしてどのようなプレーを選択するか。ここでホイッスルが鳴っています。ここでクラブアイランズが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。クラブアイランズ最後の攻撃権ですが、ここは慎重に攻めたいとここでタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。こちら画面上に映し出されております多くの企業様、そして個人の方々のご寄付、ご支援、ご記者によりましてこの配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も企画募集しております。この YouTube の配信欄説明概要欄にそのショッピングカートの URL がございます。こちらをご覧いただき、その内容ご賛同かなう方々はぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトと解けまして試合再開となります。状況は
アイランズ相手陣6ヤードからのフォースダウン残り1ヤード、この1ヤードプレーで突破を図ります。フォースダウンギャンブル、前進できないと攻撃を失いますが、さあこのプレーの成否どうなるでしょう。中央になって攻撃権更新となりました。クラブアイランズファーストダウンギャンブル成功です。この状況をクラブアイランズ真っ向勝負のランプレーで展開を図りました。ランニング枠42番キャプテンである山崎、見事にこの期待に応えまして攻撃権更新です。クラブアイランズファーストダウン。さあこれにより相手陣2ヤードの位置からのクラブアイランズ攻撃に入ります。4回でこの2ヤード突破になるでしょうか。クラブアイランズファーストダウントゥーゴール、残り2ヤード。さあここでトラブルが発生した模様ですが、それはアイランズクォーターバック自ら抑えております。タイミング合わずプレーを展開してしまいましたが、結果的にはランプレー失敗という形になっております。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。ベアーズとしては何としてもこの土壇場の状況を切り抜けておきたい。クラブアイランズ相手陣2ヤードからセカンドダウン2ゴール、ここでホイッスルです。ここでクラブベアーズが前半1回目のタイムアウトを取りました。ベアーズとしては非常に厳しい状況ですが、ここでまず守備陣の作戦を立て直す形でタイムアウトを取った模様です。試合の状況からしますと、この状況で先制点を挙げるか否か非常に大きな状況と言えるでしょう。攻守ともにここは作戦の食い違いを何とか避けんとするタイムアウト、そして双方の地の攻防が始まっております。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。クラブアイランズ相手陣2ヤードのこの状況を、さあどのようなプレーを選択するでしょうか。クラブアイランズセカンドダウン2ゴール、さあ中央のランプレーだが、これはベアーズ止めた。42番の突破力によりエンドゾーン狙わんというところでしたが、このプレーは止まりましてサードダウンに変わります。ベアーズのタイムアウト、ここは実ったというところでしょう。さあ残り2ヤードの攻防、非常に面白い状況です。クラブアイランズは何としてもこれをタッチダウンとしたいところではあります。さあこのサードダウンというゴール注目しましょう。クラブアイランズサードダウンというゴール、残り2ヤード、これも止めた。ここでオプションプレーでランニング枠にピッチしまして、右オープンを展開を図りました。しかしこれもベアーズ見事対応しフォースダウンに変えます。さあこのフォースダウン2ゴール、どのようなプレーを選択するでしょうか。アイランズプレーを選択します。フォースダウンギャンブル、あくまでタッチダウンを狙います。さあ2ヤードの攻防注目です。ここでホイッスルになっています。イエローフラッグが投入されました。どちらのチームの反則でしょう。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。揃ってスタートできず、結果的に反則という形になっております。5ヤード下がります。従いまして
クラブアイランズフォースダウントゥーゴール残り7ヤードの状況に変わりました。さあこの状況7ヤードの攻防に変わります。下がることによって状況変わらんというところですが、やはりギャンブルといく状況です。タッチダウンを狙います。さあどんなプレーが来るか。ここでホイッスルになります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブベアーズ0点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤とも言うべき第1クォーターは双方とも無得点という形に終わっておりますが、この第1クォーター終了間際、クラブアイランズが巧みなランプレーを組み立てまして、一気に相手陣深い位置に攻め込んでおります。一気に得点アゲンという状況、しかしベアーズは踏みとどめ、今現在フォースダウントゥーゴールの状況で第1クォーター終了となっております。さあその向き変わります。第2クォーターでこの状況変化が生じるでしょうか。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって取り行われております。さあこれより第2クォーターに入ります。クラブアイランズフォースダウントゥーゴール残り7ヤードの状況で試合再開です。さあそしてフォースダウンギャンブルを敢行します。どのようなプレーを選択するでしょうか。ここでトラブル発生です。センターからのスナップをクォーターバック手渡す際にボールのファンブルが発生しました。結果的にプレー失敗となりまして、ここで終了です。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。攻撃権変わりましてクラブベアーズに変わります。クラブアイランズ非常に惜しいチャンスを逃しました。ベアーズは厳しい状況ですが、これを見事切り抜け攻撃権を奪い取る形に成功しております。しかし地域は厳しい状況にあります。クラブベアーズ自陣8ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーによって状況打開を図ろうとします。右オフタックル付近をランニング枠に突入させまして、ゲインを図りましたが、しかしその距離は1ヤードにとどまっております。ここはアイランズのディフェンス陣も奮闘しているところが散見しております。クラブベアーズセカンドダウン9、ボールオンは自陣9ヤード。成功ファースダウン。ここでクォーターバック6番、右におりましたワイドレシーバー82番にパス。82番キャッチしまして、巧みなステップで攻撃権更新を果たしております。クラブベアーズファースダウン。見事なパスを投じましたクォーターバック6番は杉谷、大阪体育大学出身のエイジ52。そして取りましたワイドレシーバー87番は寺崎。チャット内のメッセージを投稿しておりました大阪体育大学出身のエイジ43です。ベテランがここで素晴らしい技を見せまして攻撃権更新としています。さあそのファーストダウンの攻撃、こちらはパスを続けんと左に寄りました。ワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、このパスはコントロールミスし、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってクラブベアーズセカンドダウンに変わります。クラブベアーズボールオン自陣20ヤードからセカンドダウン10。
ここでオプションプレーを選択しました。ランニーバック45番にピッチしまして、45番左オープンに展開。タックル受けましたが、それを弾き飛ばし約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。力強いランを決めましたのはランニーバック45番の川端、北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズサーダウン7、ボールオンは自陣23ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック6番、右に展開しましたワイドレシーバー1番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。鮮やかなパスで攻撃権更新果たしました。クォーターバック6番は杉谷、大阪体育大学出身、取りましたワイドレシーバー1番は杉田、日本大学出身のプレイヤーです。杉谷はかつて大阪体育大学が関西一部校にあった時のスタークォーターバックです。パス成功、クォーターバック8番、失礼しました6番、左にロールアウトしてワイドレシーバー82番にパスを通しました。82番タックルを受けながら約9ヤードのゲインとしています。タフなキャッチを決めましたのはクラブベアーズの82番の寺崎、大阪体育大学出身。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開です。クラブベアーズセカンダウン残り1ヤード、クラブベアーズファースター、この1ヤードをランプレーで突破しました。見事45番期待に応えて攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、この1ヤードを確実に確保しましたのはランニングバック45番の川端でした。北大津高校出身。クラブベアーズ自陣42ヤードからファーストダウン10。パス不成功、今度はパスプレーを展開しました。クォーターバック6番、右に降りましたワイドレシーバー11番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ自陣42ヤードからセカンドダウン10。パス不成功、クォーターバック6番、ここでプレーアクションパス、ランプレーをフェイクしまして、そのディフェンスを引きつけた裏をつくようにタイトエンド85番にパスを投じました。しかしこれを85番キャッチできず、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン10。パス成功、ファースター、クォーターバック6番、下がりましてワイドレシーバー82番にパス、これを82番タックルされながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、見事なパスを投じたのはクォーターバック6番の杉谷、取りましたワイドレシーバーは82番の寺崎、ともに大阪体育大学出身のプレイヤーです。
クラブベアーズ相手陣44ヤードに入りましてのファーストダウンテン。ナイスラン、ファーストダウン。ランニング枠45番、ハンドオフを託されて中央突破。タックル受けましたが、セカンドエフォートで攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。見事なランを決めましたのは、ランニング枠45番の川端でした。北大津高校出身。さあ、ここまでランパス巧みに織り交ぜながら、前進図っておりますクラブベアーズ。相手陣33ヤードに入りました。クラブウェアーズファーストダウン10。さあ再びランプレーです。ランニング枠45番、ハンドオフを託されまして、相手のディフェンスの隙間をすり抜けるように約7ヤードのゲインとしています。45番川端、本日は好調なランを繰り返しています。クラブベアーズセカンドダウン3パス成功、ファーストダウン。クォーターバック6番、ハンドオフフェイクしまして、ワイドレシーバー82番にパス。短いパスを取りまして、82番、巧みなステップで攻撃権更新としています。クラブベアーズファーストダウン。今度はクォーターバック杉谷、ワイドレシーバー寺崎のホットラインが機能しております。クラブベアーズ相手陣19ヤードからファーストダウン10。ナイスラン。ランニング枠45番、オプションプレーのピッチを受けまして左オープンを展開。タックル受けましたが弾き飛ばしまして、さらに前進し約5ヤードのゲインとしています。45番は川端です。北大津高校出身。クラブベアーズ相手陣14ヤードからセカンドダウン5。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック6番、中央切れ込んだタイトエンド85番にパス。85番エンドゾーンギリギリでこれをキャッチしまして、タッチダウン。クラブベアーズ見事なタッチダウンパスによって6点先制です。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに入ります。このキックをキッカーユキタ見事に決めまして、1点追加。クラブベアーズ7点、クラブアイランズ0点。まずクラブベアーズが見事なタッチダウンパスによって先制点を挙げることに成功いたしました。そのタッチダウンパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷。取りましたのはタイトエンド85番の西江。杉谷はエイジ52、取りました西江はエイジ51。この100オーバーコンビネーションによって先制のタッチダウンを挙げました。共に大阪体育大学が一部にありましたときに賑わしておりましたプレイヤーがこの X エリアありますが、クラブウェアーズ名門チームでその雄姿を披露しております。素晴らしいタッチダウンパスが披露されまして、まずクラブウェアーズが先制しております。その得点を挙げましたクラブウェアーズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、得点を挙げた側のキックオフで試合が始まります。従いまして
失点をした側が次の攻撃を得やすい状況になっております。さあここでベアーズは短いキックを蹴りまして、さらなる攻撃を継続すせんとするトリッキーなキックオフを展開しました。しかしこれをアイランズは抑えまして、アイランズ自陣44ヤードからの攻撃に変わります。さあ得点は奪われましたが、アイランズ好調なラン攻撃は健在のようです。今度は返す刀、この攻撃のシリーズでベアーズから得点を奪わんと今から挑みます。自陣44ヤードにボールはセットされました。クラブベアーズ、失礼しました、クラブアイランズ、ファーストダウン10。ここでイエローフラグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。通常はそのままプレーが施行されますが、接触したためこの段階でプレー終了です。5ヤード抜体となります。従いましてオフェンスは5ヤード前進し、ファーストダウンをやり直しという形になります。従いましてクラブアイランズ、自陣49ヤードからファーストダウン5で試合再開です。パス不成功。まずアイランズはパスプレーから入りました。クォーターバック7番下がりまして、ワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、これはベアーズのディフェンスカバーありまして、パス不成功となっています。ダウン1つ失って、クラブアイランズセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン5。QB サーク。クォーターバック7番、右にロールアウトしロングパスを投じんと構えましたが、その一瞬の隙をつきまして、クラブベアーズ68番が QB サーク。パスを投じる前に仕留め、大きなロスに変えました。見事な QB サックをしましたのはクラブベアーズ68番の谷本、神戸国際大学出身のルーキーです。私も記憶にあるプレイヤーですが、神戸国際大学が6人制であった時の選手です。当時からディフェンスラインでありながらキックオフリターン、パンドリターンを務める素晴らしいアスリートでした。さあサーダウン14の状況ですが、このパスは不成功。ここでクラブアイランズはスクリーンパスを展開しようとしました。スクリーンパスはロングパスを投じると見せかけ、相手ディフェンスをダッシュさせて、そのすれ違いざまランニングバックにブロッカーをつけて走らせるキャッチアンドランのデザインプレーです。しかしこのパスをランニングバックキャッチできず、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウンロング、パントフォーメーションにいたします。このパント絶妙なバウンドを取りまして、ボールはベアーズ陣20ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてクラブベアーズの攻撃に変わります。さあクラブベアーズは自陣22ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウン10。
パス成功。横に展開しておりましたワイドレシーバー14番へのパス。14番このヒッチパスをキャッチアンドランしまして約5ヤードのゲインに変えております。見事なパスキャッチとランを決めましたクラブベアーズ。14番は佐藤、日本大学出身のルーキーです。さあ今度はランプレーです。ラニ枠45番ハンドオフを託されまして中央突進しタックル受けながら攻撃権更新です。クラブベアーズファースダウン。ラニ枠45番見事なランで攻撃権継続更新を果たしております。45番は川端、北大津高校出身、名門チーム、そして名門校、そして無名校、そして未経験の選手が揃いましてクラブベアーズ攻撃を展開しております。パス成功。まだ行ってます。ナイスプレーファースダウン。クォーターバック6番プレッシャーが襲いかかりましたがこれを見事なボディーブームで左オープンに展開。そこからタイトエンド85番にパスを通し85番そのままキャッチアンドランし攻撃権更新です。クラブベアーズファースダウン。見事なコンビネーションを見せたのはクォーターバック6番の杉谷。タイトエンド西への素晴らしいホットラインでした。さあクラブベアーズ相手陣に入りまして相手陣41ヤードからのファーストダウン点。パス成功。今度は右に展開しておりましたワイドレシーバー82番にパス。82番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新を継続しております。クラブベアーズファーストダウン。今度はワイドレシーバー寺崎へのパスでした。大阪体育大学のコミュニケーションがここで素晴らしい活躍をしております。クラブベアーズファーストダウン10。パス不成功。再びパスプレーです。ターゲットは82番の寺崎でした。しかしこのパスはわずかにオーバースローとなりパス不成功となっています。クラブベアーズセカンダウン10。パス不成功。クォーターバック6番今度は左に流れを落としましたがディフェンスのプレッシャー殺到しパス不成功となっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。クラブベアーズ相手陣29ヤードからサードダウン10。クォーターバック6番プレッシャーを殺到する中それをステップワーク切りましてスクランブルに転じました。しかしこれはディフェンスも追いつきまして攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。クラブベアーズここでタイムアウトを取りました。前半2回目のタイムアウトを取っております。前半残り時間11秒で現在時計は止まっております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様そして個人の方々のご寄付ありましてこの企画は成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この YouTube の説明概要欄にその
申し込みとなります、ショッピングカートの URL ございます。ぜひこちらをご覧いただき、企画ご賛同いただけますようご協力お願い申し上げます。さあフォースダウンロングでフィールドゴールトライです。42ヤードのフィールドゴール、さあ決まるでしょうか。フェイク入った。ここでスペシャルプレーに切り替えた。ホルダーに入ったクォーターバック6番が左に展開し85番にパス、そこからのキャッチアンドランで攻撃権更新図らんというプレーでしたが、このプレー結果的に失敗となりまして、フォースダウン失敗となります。4回目の攻撃失敗により攻守交代となります。クラブベアーズ結果的にこの猛攻をしのぐ形に成功いたしました。クラブアイランズはここでベアーズの攻撃を振りほどくことに成功しました。攻撃権変わりましてクラブアイランズの攻撃、しかし前半残り時間は3秒です。クラブアイランズファーストダウン10、2ダウン、ここは無理をせずすぐに膝をつきランプレーとして時間の消化をいたしました。ここで前半戦終了です。前半終わりましてクラブベアーズ7点、クラブアイランズ0点、クラブベアーズがワンタッチダウンリードする形で前半戦終了となりました。互いに随所にわたり攻守ともに素晴らしいプレーが散見しておりますが、その中におきましてベアーズが巧みに攻撃を展開しタッチダウンを上げ試合の主導権を握る形になっております。しかしその状況まだワンタッチダウンとありまして、後半戦の展開次第では状況を逆転することもまだ可能性がある、そういう試合展開になっております。さあこの後半戦ハーフタイムにどのような策を双方見出すことになるでしょうか。さあ審判団戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしております。前半を終えましてクラブベアーズがワンタッチダウンを上げ試合の主導権を握っている格好になっております。しかしアイランズも攻撃においてもそして守備においても非常に、見応えあるプレーが散見しておりまして、この試合の展開このまま推移するとも思えない非常に拮抗した戦いになっております。チャット内の応援メッセージありがとうございます。 SS 様応援メッセージありがとうございます。ベアーズこのまま勝利に導く形になるでしょうか。ぜひご注目いただければと思います。後半戦はクラブベアーズのキックオフで試合再開する形になります。キックオフしますのはクラブベアーズ99番の立石です。東海大学出身のプレイヤーがキックオフいたします。さあアイランズリターナーを2枚構えておりますが、このキックオフのリターンどのようにするでしょうか。注目しましょう。さあアイランズリターンに入ります。展開図らんと状況を見据えておりましたが、しかし自陣25ヤード付近からの攻撃となります。さあまず後半最初の攻撃シリーズはアイランズからとなります。アイランズボールオン自陣25ヤードからの攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10、まずランプレーからという展開でしたが、しかしこれはベアーズディフェンス陣殺到します。右オフタックル付近を掴んというランプレーでしたが、ベアーズディフェンス陣集まりましてこのランを5ヤードロスに変えております。
クラブアイランズセカンドダウン15、ボールオンは自陣20ヤードです。ベアーズナイスディフェンス。今度はクォーターバック11番プレイアクションからパスを投じんと構えましたが、そこから転じてランに変わろうとする際にクラブベアーズ4番が倒しまして、さらなるロスを奪っております。見事な対応をしまして大きなロスを取りましたのはクラブベアーズ4番の川口、龍谷大学出身のルーキーです。クラブアイランズサードアンドロングの状況になります。ここでドロープレーを展開しようとしましたが、ベアーズ68番見事に対応しこのランプレーを阻止しております。フォースダウンに変わります。クラブベアーズ68番は谷本です。神戸国際大学出身。クラブアイランズフォースダウンロング、パントフォーメーションを選択します。このパントはプレッシャーから大きく陣地挽回には至らず、アイランズ陣32ヤード付近で攻守交代となります。さあディフェンス陣の奮闘によりましてクラブベアーズ相手陣32ヤードからの攻撃に入ります。このチャンス生かすことができるでしょうか。クラブベアーズファーストダウン10、さあまず中央へのランプレーを展開しました。45番のランによってその中央突破を図るという選択をしようとしたところですが、これはアイランズ5番が見事対応しゲインは3ヤードにとどめております。クラブアイランズの5番は山本、帝京大学出身。失礼しました、本日はナンバー変更あり5番は花群が務めております。パス成功。クォーターバック6番、右に折りましたワイドレシーバー14番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。攻撃権行使にはしかし至っておりません。サードダウンに変わります。パスキャッチしましたのはクラブベアーズ14番の佐藤、日本大学出身。クラブベアーズサードダウン残り1ヤード、一気にいったー、タッチダウン。ここでクラブベアーズランプレーをチョイスしました。ラニバック45番ハンドを受けて右にカットバック、一気に独走状態になりまして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。クラブベアーズ6点追加になりました。見事なタッチダウンランを決めましたのはクラブベアーズ45番の川端、北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズトライフォーポイント。このキックはしかしゴールポストに弾かれましてキック失敗となりました。クラブベアーズ6点止まりで13点、
クラブアイランズ0点。しかしタッチダウンによりましてさらにリードを広げる形に成功いたしました。後半最初の状況を攻守においてまずそのリードを取る形に成功したのはクラブベアーズとなりました。その差13点と変わっております。その得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。さあアイランズリターンに入ります。右オープンに展開図らんとしまして自陣30ヤードを超えたところまで前進しこの位置からのクラブアイランズの攻撃と変わります。さあなんとかこの攻撃シリーズで状況打開を図りたいアイランズ。ボールオンは自陣30ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。クォーターバック7番ハンドオフフェイクからオプションプレーで自らキープ。左オープン展開図りましたが約2ヤードほどゲインしています。クォーターバック7番は松坂、大阪体育大学出身のチームのバイスキャプテンです。こちらも大阪体育大学出身のプレイヤーが活躍しております。クラブアイランズセカンドダウン8。さあここでエクスチェンジミス、ラインからの手渡しにトラブルがあったようですがなんとかそれは抑えておりますが若干後退する形になりましてサードダウンに変わります。センターからのスナップエクスチェンジはセンターにとっては相手のプレッシャーを感じながら行うプレーのためここでミスが発生します。しかしこのミスはプレーの展開前の状況ですのでチームとしては非常に大きなロスを強いられます。クラブアイランズサードダウン11。ここでホイッスル。クラブアイランズここで後半1回目のタイムアウトを取りました。クラブアイランズとしては後半に入ってからの流れがなかなかうまくいかない状況になっております。そのプレーの選択肢を果たしてどのようにするかその作戦のタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この配信によりまして会場にお越しになられない方々にもこのアメリカンフットボールをご覧いただくことが可能となりました。この活動は今後も継続していきたいと方針でありますのでぜひご協力よろしくお願い申し上げます。試合再開となります。クラブアイランズサードダウン11。さあここでもトラブルが発生しました。タイミング合わずボールがファンブルされましたがなんとかそれは抑えております。しかし交代する形になりましてフォースダウンと変わります。ややミスが続いてしまっておりますアイランズ。ある意味この急激な寒さも影響しているかもしれません。本日は10月下旬ではありますがそれまで続いておりました残暑が嘘のように非常に寒くなっております。
この天候の変化はやはり鍛えているものでも大きく影響すると思われます。クラブアイランズフォースダウンパントフォーメーション、このパントは相手陣クラブベアーズ陣43ヤード付近でボールデッドしまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてクラブベアーズの攻撃に変わります。さあ攻守変わりましてクラブベアーズの攻撃です。ボールオンは自陣43ヤードからファーストダウン10。さあまず手前にいましたウィングバックにハンドオフしました。カウンターを取るように82番左オープン展開を図りまして約3ヤードのゲインに変えております。ボールを持ちましたのは82番の寺崎でした。大阪体育大学出身。クラブベアーズセカンドダウン7、ボールオンは自陣47ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック6番右スプリントアウトから内側に切れ込んだワイドレシーバー82番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事なパスを投じたクォーターバック6番は杉谷、大阪体育大学出身の52歳。取りましたワイドレシーバー82番寺崎も大阪体育大学出身の43歳のプレイヤーです。ベテランが素晴らしい見守りを見せております。クラブベアーズ相手陣40ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。パス成功。今度はクォーターバック6番プレイアクションから右にムーブしましてワイドレシーバー82番にヒッチパス、逆をつくように82番キャッチアンドラン決めまして約8ヤードのゲインに変えております。パスを投じましたクォーターバック6番は杉谷、取りましたワイドレシーバー82番は寺崎です。本日もこのホットラインが機能しております。クラブベアーズファースター。今度は左方向へのオプションプレーを展開。ダニーバック45番ピッチを置きました。左オープン突破しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。今度はランニングバック45番川端が地上戦で試合の主導権を取り返そうとしております。ランパスともに好調なクラブベアーズ、さあ再び追加点上げる形になるでしょうか。アイランズそれを食い止めることできるでしょうか。ボールオンは相手陣22ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。今度は中央へのプレーです。密集点に45番を突っ込ませまして約4ヤードから5ヤードのゲインを取っております。川端非常にタフなランプレーを見せております。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。試合再開となります。クラブベアーズセカンドダウン5。パス成功、ファースター。
クォーターバック6番、右に展開したワイドレシーバー14番にパスを投じまして、14番キャッチし攻撃権更新です。クラブベアーズファースダウン。パスを取りましたのはワイドレシーバー14番の佐藤でした。日本大学出身のルーキーです。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、クラブベアーズ13点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。本日その双方ともに今シーズンの初勝利をかける加減と意気込んでおります両雄の対戦が本日の第3戦となっておりますが、現在その試合はベアーズが13点リードする形で試合は推移しております。アイランズもしかし好調な攻撃が前半ありましたので、この第4クォーターでそのプレーが展開できると状況はまだ読めない状況にあります。さあ、あと残り時間10分となります。この試合の攻防どのような展開になるでしょうか。まもなくそのファイナルクォーター第4クォーターに入ります。クラブベアーズ相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴールで試合が再開されます。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック6番、プレーアクションパスを展開。中央を切れ込んだタイトエンド85番がこれを見事にキャッチしまして、タッチアウトしました。クラブベアーズ6点追加です。見事なプレーアクションパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷。取りましたのはタイトエンド西江、ともに大阪体育大学出身。杉谷は52歳、西江は51歳、100オーバーのコンビがここでタッチアウトを決めました。さあ、そしてここでトライフォーポイントは2ポイントコンバージョン、2点を狙います。エンドゾーンに入ると2点入りますが、どうでしょう。このプレーは失敗です。結果的にトライフォーポイント失敗となりまして6点止まり。クラブベアーズ19点、クラブアイランズ0点。しかしベアーズさらにリードを取ることに成功しました。ベアーズこの100オーバーコンビが本日2つのタッチダウンを上げ、非常に試合を有利な形で展開しております。ベテランの妙味がこの試合では非常に際立つ形で試合は展開されております。さあ、アイランズもこれを何とか取り返さんというところでしょう。このキックオフリターンでどこまで返せるか注目です。クラブベアーズキックオフ。さあ、アイランズリターンに入ります。ブロッカーある中央突破を図りまして、自陣26ヤードから攻撃という形になります。さあ、第4クォーターに入りまして、アイランズ攻撃陣突破口を見出すことができるでしょうか。ボールオンは自陣26ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。まずリードオプションの展開をしようとしましたが、クォーターバックプレッシャーからボールをファンブルされました。
ファンブルフォースを浴び、あわやボールをロストするところでしたが、これはランニング枠抑えております。しかし交代する形でセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン12、不成功。ここでクォーターバック7番は右に展開しているレシーバーへパスを投じようとしましたが、これをアイラン、ベアーズ4番がパスカット、パス不成功と変えました。見事な反応でパスカットしましたのはクラブベアーズ4番の川口、龍谷大学出身のルーキーです。ルーキーですが、しかし年齢36歳、オールドルーキー、素晴らしい活躍を見せております。クラブアイランズサーダン12、インターセプト、ターンオーバー。ここでアイランズはパスプレーによる突破を図りました。レシーバーとの1対1の競り合いでしたが、これを制したのはベアーズ17番、インターセプトにより攻撃権奪取し攻守交代です。ターンオーバー。鮮やかなインターセプトを決めましたのはクラブベアーズ17番の橋本、京都府立大学出身のルーキーです。さあ攻撃権を奪取しまして、クラブベアーズ攻撃に入ります。ボールオン相手陣48ヤードからクラブベアーズファーストアンテン。まずランプレーから入りました。ラニ枠45番ハンドオフを託されまして、中央突破、タックル受けましたが相手を引きずるように約5ヤードのゲインとしています。キャリア45番は川端、北大津高校出身。クラブウェアーズ相手陣44ヤードからセカンドダウン5。パス成功、ファースター。ここでクォーターバック3番プレイアクションパス、ランプレーをフェイクしましてタイトエンド85番に鮮やかにパスを通しまして攻撃権更新です。クラブウェアーズファースター。見事なプレイアクションを決めましたのはクォーターバック3番の吉田、江南高校出身、失礼しました、江南大学出身。取りましたのはタイトエンド85番の西江です。大阪体育大学出身。クラブベアーズ相手陣22ヤードからファーストアウト。今度はランプレーです。キャリア45番、ハンドオフを託され右オフタックルを突破、味方ブロッカー生かしながら約7ヤードのゲインに変えております。本日は45番川端非常に好調です。ランプレーゲインを重ねております。クラブベアーズセカンドダウン3、さあ再びランプレーです。攻撃権更新、ファースター。川端再び託されまして右オフタックル突破し攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。さあ相手陣8ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールに変わります。クラブベアーズ残り8ヤードの攻撃、ファーストダウン2ゴール。パス不成功。ここで一気にエンドゾーン狙わんというパスでしたが、これをアイランズ4番が素晴らしい対応をしましてパスカット、パス不成功となっております。見事なパスカットを決めましたがクラブアイランズ4番の毛利、先月ながら私の母校後輩のプレイヤーです。姫路獨協大学出身、そしてチームの代表を務めております。
ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブベアーズ相手陣8ヤードからセカンドダウン2ゴール。パス不成功。今度は左側にいましたワイドレシーバーとの1対1の状況を作りました。文字通り空中戦となりましたが、これは見事にアイランズ4番カバーしておりパス不成功となっております。後輩の毛利2つ大きなプレーを決めました。個人的なコメントにあいまして申し訳ございません。さあクラブアイランズサードアンドゴールです。さあここはランプレーを投入した。ランニング枠45番川端の突進でこの距離を突破図らんとしましたが、残り1ヤードで止まっております。フォースダウンに変わります。さあこの1ヤードの攻防、果たしてクラブベアーズはどのようなプレーを選択するでしょうか。タッチダウンを狙います。フォースダウンギャンブル。さあアイランズは何としてもこれは止めたい。さあここでウィングバックにリバースの形でカウンターを取らせるダイブプレーを展開しました。キャリア92番の突進にかけましたが、わずかに届いておりません。4回目の攻撃失敗という形になります。従いまして攻守交代、クラブアイランズの攻撃に変わります。ここはあえてフィールドゴールではなくタッチダウンを狙いに行く選択をしましたクラブベアーズでしたが、結果的にはフォースダウンギャンブル失敗となりまして攻守交代となりました。さあアイランズは危機を脱したことによってなんとかこれをきっかけに突破口を見出せるでしょうか。しかしボールは非常に厳しい位置、自陣1ヤードからの攻撃です。クラブアイランズファーストダウン10。さあまずクォーターバックそのまま中央に飛び込みました。クォーターバックスニークです。しかしこれは押し返しました。セーフティー。ここでまず確実に距離を稼がんとしましたが、逆にベアーズディフェンス陣が押し返し、クォーターバックをエンドゾーンで倒しました。従いましてこれは自殺戦となります。セーフティーとなりましてベアーズに2点入ります。クラブベアーズ21点、クラブアイランズ0点。しかもセーフティーはオフェンスチームの失点という形になります。この結果キックオフはオフェンスチーム側が行う形になります。そのキックオフのポイントも自陣20ヤードとかなり後退した位置からのキックオフ。結果的にクラブベアーズは次の攻撃を得やすい形となります。さあこのキックオフはしかしなんとかいい形にしこの状況の打開を図りたいアイランズですが、さあこのキックオフの結果はどのようになるでしょうか。キックオフをしますのはクラブアイランズ91番の大山が務めます。広告高校出身のルーキーです。
さあベアーズリターンに入ります。ハーフウェイ付近まで返したところでこの位置からの攻撃に変わります。さあディフェンス陣の奮闘によりましてセーフティーにより攻撃権を得る形になりましたクラブベアーズ。ディフェンス陣の活躍にオフェンス応えることができるでしょうか。ボールオンは自陣47ヤードにセットされております。クラブベアーズファーストダウン10。まずランプレーを投入しました。何枠45番ハンドオフを受けまして左オフタックルを駆け上がりまして約8ヤードのゲインとしています。スピード感はそれほど感じないかもしれませんが細かなステップを踏みまして相手タックルの芯を外すようにすり抜けるようにゲインを重ねております川端。これによりセカンドダウン2の状況でクラブベアーズ入ります。ボールオンは相手陣45ヤード。さあ今度は一気に中央へ突進しました。何枠45番味方オフェンスラインごと攻撃権カオシンです。クラブベアーズファースター見事攻撃権更新を果たしましたのはランニングバック45番の川端北大津高校出身。海は若さメッセージありがとうございます。両チームこの一戦初の白星を挙げんと奮闘を続けております。クラブベアーズファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック6番高く上がる形でワイドレシーバーとクォーターワイドレシーバーとディフェンスの1対1の状況に持ち込むロングパスを投じました。しかしこのパスの際にワイドレシーバー82番足を取られましてパス不成功となっています。クラブベアーズセカンドダウン10。パス成功ファースター。クォーターバック6番今度は左に展開した92番にパス。92番これをキャッチし相手ディフェンスを吹き飛ばしながら前進しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事でタフでパワフルなキャッチを決めましたワイドレシーバータイトエンドの92番は山中京都大学出身のプレイヤーです。平時43。今度は中央へのランプレー。何枠45番スピードに乗って中央切れ込みまして約5ヤードのゲインとしています。ダウン表示誤っておりまして申し訳ございませんでした。現在はセカンドダウン5となっております。クラブベアーズセカンドダウン5。クォーターバック6番プレッシャーを感じましてスクランブルに転じました。見事なステップを切りまして約4ヤードのゲインと書いております。あえて負傷を避けるために自ら倒れ込みましてその前進距離を確保しました。杉谷ここは老下位のプレーを決めております。クラブベアーズサードの残り1ヤードボールオンは相手陣20ヤード。
ナイスさん、ファーストさん、この1ヤードランニングバック45番のランで攻撃権更新としました。クラブベアーズファースター、見事攻撃権更新の大役を果たしましたのはランニングバック45番の川端でした。北大津高校出身。クラブベアーズ相手陣14ヤードからファーストダウンテ、ナイスファースター。ここでランニングバック45番一気にスピードに乗って中央突破し攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、川端非常に好調になってまいりました。試合終盤に差し掛かっておりますが、その走りに衰えがありません。素晴らしいランです。さあ相手陣4ヤードに入りましてファーストダウントゥーゴールに変わります。再びランプレーです。ランニングバック45番右にオープン展開する際ディフェンスが襲いかかりましたが、これを見事にすり抜けまして約2ヤードから3ヤードのゲインに変えております。ランプレーですので刻一刻時計は回り続けております。クラブウェアーズセカンドダウントゥーゴール残り2ヤード、タッチダウン。ここでクラブベアーズクォーターバック自らが QB スニーク、オフェンスラインごと津波のようにフィールドエンドゾーンに押し込みましてタッチダウン。クラブベアーズ6点獲得です。見事タッチダウンを上げましたのはクォーターバック8番の稲葉でした。京都大学出身。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、クラブベアーズ27点、クラブアイランズ0点でクラブベアーズの勝利となりました。ありがとうございました。クラブアイランズこの試合で勝利しまして白星あげんというところでしたが、残念ながらこの試合敗戦しまして3敗、結果的にここで X2 昇格レースから脱落という形になりました。しかし素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。そしてクラブベアーズここで見事勝利しまして、見事勝利しまして昇格レースに踏みとどまる形に成功しました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。アイランズ残念ですがこの試合を落とす形になりました。しかし戦いぶり見事でした。次戦にも期待したいと思います。ナイスファイトでした。この結果クラブベアーズは1勝2敗という形になりまして、かろうじてですが X2 昇格レースに踏みとどまる形になりました。
今回は X2 への昇格は勝ち越しとなる3勝が一つのボーダーラインです。このラインに残れるかどうかの瀬戸際の一戦は最終的にベアーズが制した形になっております。さあベアーズはこの後の残り1試合を勝利し、その可能性を残す形を取ることにできるでしょうか。アイランズは残念ながらここでそのレースからは脱落という形になりますが、来季以降の戦いに非常に期待が持てるシーンも散見する試合でありました。これからの2戦においてその突破口となるきっかけを見出せることを期待したいと思います。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のため犯罪を厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者が彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に飛ばんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い、あられ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきたいと思います。多くの方々にチャット欄のメッセージいただきまして大変ありがとうございました。できる限り分かりやすい形でアメリカンフットボールをお伝えしたいと思っておりますが、そのお目がね叶いましたら幸いに思います。長時間にわたるご視聴ご観戦大変ありがとうございました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。その企画にご同意いただきくださいました NFA 社会人アメリカンフットボール協会の皆様にも感謝申し上げます。その配信本日受けたまりましたのは私道楽屋リチャでした。機会許される時ありましたらまたこの配信でお会いさせていただきましょう。それでは失礼いたします。